www.videonews.com。今月に入ってから、我が国の周辺海域において、我が国の主権に関わる事案が相次いで起こっており、誠に遺憾の極みであります。我が国として、このような行為を看過することはできません。国家が果たすべき最大の責任、それは平和を守り、国民の安全を保障することです。国の主権を守り、ふるさとの領土・領海を守ることです。私は国政全体を預かる内閣総理大臣として、この重大な務めを毅然とした態度で冷静沈着に果たし、不退転の覚悟で臨む決意であります。本日は歴史的な経緯やこれまでの対応を振り返りながら、今後、我が国が取るべき基本的な方針について、私自身の考えを国民の皆様に直接申し述べたいと思います。同時に、さまざまな事態に政府として引き続き冷静に対応するつもりであり、国民の皆さんにその点ご安心をいただきたいと思います。まずはじめに、我が国は世界に冠たる海洋国家であることを確認したいと思います。我が国は国土面積でいうと世界で61番目の国ですが、領海と排他的経済水域を合わせた管理する海の広さでは世界第6位の大国となります。海の深さを計算に入れた体積では実に世界第4位に躍り出ます。我が国を広大な海洋国家たらしめているもの、それは竹島や尖閣諸島も含めまして、6800を超える離島の数々であります。我が国固有の領土である離島の主権を確保するということは、海洋国家日本の壮大なフロンティアを守るということに他なりません。今、求められているのは、こうした離島に託されている我が国にとっての重要性をしっかりと見据えることです。そして、与党、野党の垣根を越えたオールジャパンで、我が国として主張すべきことを主張し、進めるべきことを粛々と進めるという姿勢であります。政権交代以降、民主党を中心とする政権は、これまでの政権の取り組みを基礎として、あるいは、これまでの取り組み以上に、数多くの具体的なアクションを積み重ねてまいりました。大きく3点を挙げることができます。第一に、離島の安定的な保全管理です。離島の中には、必ずしも正確な測量がされず、名前も付けられていない無人島があります。適切な行政措置や、物理的な保全策を着実に進めなければなりません。政府としては、昨年の5月と本年3月、排他的経済水域を画する上で重要となる離島49カ所に名前を付けました。尖閣諸島の4つの小島に名前を付けたのもこの時です。第二に、周辺海域の警備体制の強化です。私は、去る5月に沖縄を訪問した際、海上保安庁の巡視船を視察しました。尖閣諸島をはじめ、日本の海を守るために命を懸ける海上保安官たちの誇り高き姿がそこにありました。こうした海の守り神たちが円滑に職務を遂行できる環境を常に整えておかなければなりません。装備や人員の増強を今後とも図っていかなければなりませんが、それに加えて法制面での課題も存在しています。遠方の離島で海上保安官が
迅速に対処できるようにするための法改正案が衆議院を通過しています。残された会期内での成立をぜひともお願いをしたいと考えております。また領土領海警備の現場での実際の状況を国民の皆さんの目に届けることも重要と考えます。そうした観点に立ち、先般の尖閣諸島での外国人による不法上陸事案に関し、海上保安庁が撮影した映像記録については、今後の領海警備等の業務に支障が生じない範囲で公開することといたします。第三に、我が国の正当性を対外的に発信する努力です。本年4月、日本が申請していた大陸棚の延長が国連機関に認められました。国際機関を介して国際社会に認知されることは、我が国の主張の正当性を訴える上で極めて有効な方策です。また今般韓国政府に竹島問題を国際司法裁判所に訴えるといった提案を行いました。これは国際社会の理解と支援を得る活動の一環でもあります。今後とも竹島問題に限らず、我が国の領土領海を守るための国内外への発信を私自身が先頭に立って行ってまいります。今月10日、イ・ミョンバク大統領が竹島に上陸いたしました。一体改革関連法案が成立した日の記者会見で、私からも遺憾の意を述べ、その後も外交ルートを通じて抗議をしました。竹島は歴史的にも国際法上も日本の領土であることは何の疑いもありません。江戸時代の初期には幕府の免許を受けて竹島が利用されており、遅くとも17世紀半ばには我が国が領有権を確立していました。その後、1905年の閣議決定により、竹島を島根県に編入し、領有の意思を再確認しました。韓国側は、我が国よりも前に竹島を実効支配していたと主張していますが、根拠とされている文献の記述は曖昧で、裏付けとなる明確な証拠はありません。戦後、サンフランシスコ平和条約の起草の過程においても、韓国は日本による竹島の放棄を求めましたが、米国はこの要請を拒否しています。こうした経緯があったにもかかわらず、戦後、韓国は不法な離礁板ラインを一方的に設定し、力を持って不法占拠を開始したのです。竹島の問題は、歴史認識の文脈で論じるべき問題ではありません。戦後の韓国政府による一方的な占拠という行為が、国際社会の法と正義にかなうのかという問題であります。韓国側にも言い分があるでしょうが、自国の考える正義を一方的に訴えるだけでは、立場が異なる二つの国の間で建設的な議論は進みません。国際社会の法と正義に照らして、国際司法裁判所の法廷で議論を戦わせ、決着をつけるのが王道であるはずです。韓国政府には、これからも国際法に基づく解決が理にかなっていることを粘り強く訴えてまいります。また、本日、国会からいただいた議決の趣旨も対して、我が国の立場の対外発信を強化するとともに、竹島の領土問題に対応する政府の体制強化なども検討してまいります。なお、尖閣諸島については、歴史的な経緯や状況が竹島とは異なり、同一に論ずることはできませんが、これもまた日本固有の領土であることに疑いはありません。そもそも、すべき領有権の問題が存在しないという点が大きな違いです。真の支配が及んでいなかったことを確認の上で、明治政府は1895年に尖閣諸島を日本の領土に編入しました。中国が
領有権を主張し始めたのは、東シナ海に石油埋蔵の可能性が指摘をされた1970年代以降になってからのことにすぎません。尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配しています。今回のような不正上陸事件を繰り返さないために、政府の総力を挙げて情報収集を強化するとともに、周辺海域での監視警戒に万全を期してまいります。合わせてこの機会に、我が国固有の領土である北方領土についても申し添えたいと思います。北方領土問題は全国民の問題であり、我が国の主権に関わる問題であるだけでなく、すでにかなりお年を召された元島民の方々にとって人道上の問題でもあります。法と正義の原則を基礎として、静かな環境の下でロシアとの交渉を進めてまいります。国民の皆さんにおかれては、こうした諸問題に関する基本的な事実関係を広く共有していただきたいと願っております。私は、我が国の国益を守るために、主張すべきは主張をし、進めるべきことは粛々と進めます。他方、いたずらに国内の強硬な世論を煽って、事態が無用にエスカレートすることは、いずれの国の利益にもなりません。何より重要なことは、法と正義に基づき、平和的、外交的に問題解決を目指すというアプローチです。国際法に合致したルールに基づく秩序を広げていくことは、海洋国家、日本にとってはもちろん、アジア太平洋全体の安定と繁栄のためにも不可欠な要素であると信じます。合わせて、当事者同士がいかなる場合においても対局を見据え、決して冷静さを失わないということも欠かせません。価値を共有する大切なパートナーである隣国、韓国の賢明な皆さん、主張に違いはあっても、お互いに冷静に対応すべきです。基本的な外交儀礼まで失するような言動や行動は、お互いを傷つけ合うだけで、建設的な結果を生み出しません。韓国側の思慮深く慎重な対応を期待してやみません。我が国としては、いずれの問題に関しても、法と正義に基づく解決を求めつつ、冷静な対応に努め、外交上の礼節を重んじ、この地域の将来のために、隣国とともに努力していく決意を改めて申し上げます。私の冒頭発言は以上です。それでは質疑に移ります。指名された方はまず所属と名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。それではどうぞ。それでは池田さんどうぞ。西日本新聞の池田です。竹島をめぐる問題で総理が、韓国大統領宛に送りました、親書の件についてお伺いします。韓国側はこれを返送してきたわけですが、昨日、韓国の大使館員が外務省を訪ねた際、外務省はこれを門前払いにしました。こうした対応については、結果的に総理がおっしゃる冷静さを欠いた行為というような韓国批判に対する同じ土俵に上がってしまうんじゃないでしょうか。もう一点、大統領の発言について謝罪、撤回を求めていますが、これに応じない場合、日韓通貨交換協定の打ち切りや韓国国債の購入凍結など新たな対応を考えられるおつもりはおありでしょうか。もう一点、こうした問題の解決について、具体的にどういった方策をお考えでしょうか。以上3点です。まずですね、私の書いた親書についてのお尋ねがございました。残念ながら今日郵送という形で帰ってまいりました。首脳間の親書を返すというのは外交慣例上ありえない行為であり、大変遺憾に思います。そして我が国の対応についての今ご指摘ございました。これ細かく言いません。一貫して冷静な対応をしたつもりであります。
細かくは後でご説明しても結構でございますけれども、一貫して冷静な対応をしていまして、礼を失することをやっているつもりはございません。いちいち私が申し上げることではないというふうに思います。いずれにしても、我が方から送るべきメッセージが伝わってはいると思います。相手側の方からの例えば竹島という表現があるから云々っていうのは多分ご覧になっているんだろうというふうに思うんですが、こういう信書のやり取りを手紙が届いた届かないまた送り返すということをやっていること自体がもう非建設的であるし、我が国外交の品に欠けるというような指摘も受けかねませんので、返送された信書を再び送るようなことは考えておりません。でその上でですね、謝罪撤回が得られない場合という、これ二つ目のご質問があったというふうに思いますが、韓国側からは適切な対応が得られることを期待をしておりますので、仮定の質問にはこれは現時点でお答えすることは控えたいというふうに思います。それからさまざまな具体的な行動の話がございましたけれども、これについても現時点で今具体的に明示的に申し上げることも妥当ではないというふうに思います。それでは次の方、それでは藤田さんお願いします。NHK の藤田です。2点お伺いします。1つ尖閣諸島についてです。先ほど総理はですね、上陸させないために監視警戒に万全を期すとおっしゃられましたけれども、具体的にはどのような対策を取るのかということです。それにあたってですね、領海警備にあたってその自衛隊の活用をですね、可能にする法整備ということはその際考えられるのでしょうか。さらに最近ですね、東京都の石原知事とお会いになられているんですけれども、その尖閣諸島の国有化に向けて何か進展はあったのかということがまず1点目です。2点目はちょっとその領土の問題から離れますけれども、解散総選挙の時期について、その近いうちにということの表現をめぐって与野党からさまざまな見方が出ています。総理、解散の時期については明言すべきではないというお立場なら重々承知しておりますけれども、総理の頭の中にはこの頃いつ頃に解散しようというのは具体的にあるのかどうか、それをお聞きしたいと思います。まず1点目という中にいっぱい入ってたんで、ちょっと全部網羅的にお答えできるか分かりませんけれども、尖閣諸島の警備についてでございますが、警備の強化については、これ海上保安庁をはじめとする治安当局の体制の整備、あるいは装備の充実等を図るとともに、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、遠方離島で発生した犯罪に海上保安官が迅速に対応できるようにするための法案を今の国会で衆議院では通過までいっておりますので、何としてもこの法案の成立ということを実現をしていきたいというふうに思っております。それから自衛隊との関連での法改正のご指摘がございましたが、領域の治安の維持については、これは一時的に第一義的にはこれは警察や海上保安庁がその責任を有しています。で、現行法の枠組みの中でも、この海保であるとか警察では手に負えない状況、困難な状況になったときには自衛隊が治安の維持に当たることができると、現行法の枠の中でもそうなっております。私が7月に念頭に置いた発言はそういうことであります。で、その中で新たな法改正の議論を、さまざまなところで今主張されている方がいらっしゃいますが、領域の保全のあり方については、これは普段のレビューが必要だと思いますので、さまざまなレベルでさまざまな議論がこれはあってしかるべきだと考えております。それから1点目の中でこれ全部入ってますか。ですね、これについてはですね、東京都が、尖閣諸島を購入する計画があるということの、その計画の中身についての確認をするとともに、これは尖閣については平穏かつ安定的に維持管理を、これを継続をするということが基本だと思っています。そういう観点の中で、さまざまなレベルで、さまざまな接触をしているというのが現状であり、それ以上のことを現段階で申し上げることはできません。から2つ目のお尋ねが、解散の時期、頭に描いているのかというお話でございましたけれども、そういうことも含めて、時期を具体的に明示的にお示しするということはふさわしいとは思っておりません。今一部何月と周辺が言ったとか私が言ったとか月まで明示して書いてあるのがありますが、根も葉もありません。それでは次の方どうぞ。それでは佐藤さんどうぞ。朝日新聞佐藤です。今の尖閣諸島に関連してなんですけれども、
東京都の方で上陸申請が出されていて、先ほど の石原都知事の会見で、今日中にその上陸申請に対する返事が返ってくるというような発言がありましたけれども、これに対して政府としてどう対応されるのかについてお聞かせ願いたいというのと、その石原知事とお話をされた際に政府の国有化方針についてどのように説明をされて、またその国有化後の島の活用方法などについても意見交換されたのかどうかお聞かせください。東京都からの上陸申請はおとといですね、正式に受理をさせていただきました。でこれまでの政府の方針というのは、政府関係者以外は何人も上陸をさせないという方針で、平穏かつ安定的な維持管理をするといういわゆる賃借人の立場からですね、どう判断するかということだと思うんですが、おととい受理をし、8月確か29日に上陸したいという申請だったと思いますので、そのまでの間に検討をさせていただきたいと思います。今日ご回答するという話はしてなかったというふうに思います。それでは時間が過ぎておりますので、最後の一問とさせていただきます。それではフォスターさん、どうぞ。AP 通信のフォスターです。ちょっと先ほどご質問あったと思いますが、竹島問題をめぐる最近の両国間の状況は、領土問題以外の分野において、例えば経済関係や通貨スワップ協定などに対してどのような影響を及ぼしていますか。竹島の問題について言いますと、まずは先ほどもちょっと申し上げましたけれども、国際司法裁判所にですね、共同で提訴しようという提案をしています。国際法にのっとって、お互いに冷静に公正かつ平和的な解決を目指すというのが基本的な姿勢であります。で領土の問題についてはこういう扱いです。でその他のことについては、いろいろ指摘はされておりますけれども、具体的に何かをするということを決めているわけではありません。ただし今ご指摘のあった、日韓の通貨スワップ協定については、これは期限が10月までになっていますということでありますので、今の段階でその後どうするかについては、今日国会の答弁でも申し上げましたけれども、白紙であります。それではこれをもちまして総理会見を終わります。ありがとうございました。